こんにちは。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのディレクターの藤林秀麿です。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのプロデューサーの青沼英二です。クラフトでとてもユニークな乗り物を作るスタッフがいたのに驚きました。それは火竜の頭を火を吹くドラゴンの頭に見立てて、複数の携帯鍋を横にし関節にしてブロックとブロックをつないで、最後に扇風機をつけることでくにゃくにゃと空を泳ぐ竜を作っているのを見た時ですね。